はい。皆さん、こんにちは。ジェイと申します。今日はですね、定期テスト対策で、源氏物語ですね、六条院の女気味、野脇、野脇の垣いまみという風にね、表記される部分解説していきたいと思います。夕霧、中条の君という風に文章では出てきます。六条院に参上して、紫の上を垣いまみるという場面になりますね。注意、古文や漢文はですね、教科書によって表記が異なります。なので、動画と表記が異なる場合はですね、皆様お持ちの 教科書をですね、参考にしてくださいでは行きましょう。えー、南の音戸にもという風になってます。南の御殿ですね。これは紫の上のおとど、まあ、いわゆるお部屋なんですけども、そこでもと。潜在ろわせ、玉いける、折にしもという風になります。ろわせ。これ、聖は死液ですね。させるという風になってます。前の庭ですね。それをなんとかこう、うわーっと直していたという感じなんですね。で、玉行 というのが尊敬語になりまして、えー、これはね、尊敬語っていうのは主語を高めるものになります。させる。まあこれは紫の上とか光源氏。まあ紫の上でいいかなと思います。で、過去の助動詞の蹴りを使ってるという状態なので、お庭の植え込みの手入れをね、おさせになった折も折ですね。まさにそんな時という状態です。 各吹き入れて、元荒の小萩というふうに書いてますね。こうして吹き荒れてきてっていうね、の脇っていうのは秋に吹く、いわゆる暴風、ちょっと台風みたいなものになるんですけども、それによってね、庭が荒らされてしまっていたという状態なんですが、それにね、えー、昔の歌で元荒の小萩っていうね、昔の歌をちょっと引っ張ってきた場面なんですけども、持ち迎えるにしても、 という感じになってます。元荒の小萩というのは、だから、昔の歌というのを持ってきたという場面になります。はしたなく、町へたるですね。官僚存続の助動詞、風の景色なり、断定の助動詞のなりを使ってますね。つゆを落とすには激しすぎるという意味で、はしたなしというのは使っているようですね。緑で、えー、色を変えてたりとか、防線引いてる部分というのは、問題で出てきそうだなというふうに予想している部分なので、注意しておいてください。 そして「折れ返り」ですね枝もあちこちにしなってというふうな状態です「梅雨も止まるまじく不可能」ですね「吹き散らすを」ですね「ひとしずくの梅雨も残らぬほどに吹き散らしている様を」です「少し端近くて見たもう」ですね尊敬の助動詞を使ってますがこれは作者から主語である紫の上に対する尊敬語になります。 紫の上は少し端近くの場所でご覧になっていると。紫の上というのは光源氏がですね、ちっちゃい頃に拉致ってきて、もう可愛く可愛く育てたというね、えー、犯罪の被害者、もとい、えー、いわゆる光源氏が可愛がっている、もう女の人なんですけども、そんな紫の上の様子が描かれています。おとどというのはこれ、光源氏のことを指してて、姫君というのはね、明石の中宮と呼ばれる風になる女性なんです。 なんですけども、のの姫君といいうね、まだ幼い頃「お話です。おわします」尊敬語使ってますねこれも作者から、えー、主語である音戸光源氏に対するものになります源氏の音戸はですね「明石の姫君のお部屋にお越しになっているが」という状態です「中将の君」さあ来ましたね夕霧です 参り、たまいてという風になります。参る、謙譲語を使ってます。謙譲語っていうのは目的語を高めますから、中条の君が参上した光源氏のところにということですね。だからおど、音と光源氏に対する謙譲語を使い、たまいですね、尊敬語を使ってます。実際にやってきた主語っていうのは中条の君になるので、中条、夕霧に対する尊敬語を使っていると。 その時、中将の君、夕霧が風の見舞いに参上なさってという状態です。夕霧自体はですね、光ーカーのいわゆる長子、まあ子供なんですよ。で、もともと葵の上っていう正妻がいたんですけども、その葵の上の子供という風になります。品の渡殿の小正寺の神よりですね。東のね、渡殿のついたて越しに、 つまどの飽きたる暇を何心もなくですね。つまどっていうのは引き戸のことを指すんですけども、引き戸がね、少し空いていたと。その隙間を何気なく見入れ玉ヘルに、尊敬語を使ってますね。えー、見除いているのは中将夕霧ですから、夕霧に対する尊敬語になり、このルーは官僚存続の助動詞の理というふうになります。 完了存続の助動詞の理っていうのは左辺の未然、四段の以前に接続するので、どちらにしてもね、せとかえー、っていうえー、の音になるので、へーっていうね、えー、の音にくっついてる場合は完了存続のりと取ってあげましょう。おのきになったところという感じですね。女房のあまた見ゆれば立ち止まりてという風になります。 尿防具の大勢いるのが見えるので、立ち止まって、音のせで見るというふうになりますね。音も立てずに見ている、いわゆる覗きが発動ですね。まあ、光源氏も昔はよくやったね、この覗きです。未病部も、風の痛く吹きければ、過去の助動詞を使ってます。病部もですね、風がひどく吹いてきたので、 押したたみ寄せたるにっていうね、官僚存続の助動詞のたりを使ってます。片隅の方にですね、畳み寄せているのでですね。見通しあらわなるひさしのおましにいたまへる人。これは一体誰かという問題が聞かれる可能性があるかなと思うので、チェックしておいてください。たまへですね。これは紫の上のことを指しているので、紫の上に対する尊敬語。で、官僚存続の助動詞のりを使ってますね。仲間 まであらわに見通しがきくそのね席の間の、えー、ご座所ですねおましどころに座っていらっしゃる紫の上はですねものに紛るべくもあらずですね当然の助動詞に「図」打ち消しの助動詞「図」を使ってます なので、他の誰とも見間違えるはずもなく、気高く美しく、さとにほふ心地してというふうになります。にほふというのもチェックしておきましょうね。基本はにほひっていうふうな単語は、古文では美しさを表現するようなものとして使います。だから、さっと美しいような感じがしてですね。春の明けぼろの霞の間よりも。 っていうね、感じですね。春の明け物の,の霞の間から、面白きカバザクロの咲き乱れたる、官僚存続の足り。 ですね。見事なカバ桜が咲き乱れているのをですね。見る心地すですね。見るような風情であるという感じになっているので、まあ今まさに夕蹴りがかって覗いてるとですね、もうまさにそこには春霞の中でぼんやりとしながらもうすごい一つだけブワーっと美しく映える桜を見たような気持ちがするというふうに言ってるわけですね。まさに紫の上は花のように美しい人という いうふうに比喩的に表現されているわけですねで味気なくこれが一体どこにかかるかというふうに問題がね出てくる可能性があると思いますが逃げを後の二方非散り手というところにかかっていきますもうどうにもならぬくらい 見立てまつる我が顔にも映り来るようにというふうになってますね。申し上げる謙譲語ですね。私が見申し上げる紫の上を今見てますからね。目的語、紫の上に対する謙譲語です。そのお姿を拝見している我が顔にまで降りかかってくるかのようにですね。愛行は匂いちりて。この匂いちりてのところに味気なくという言葉はかかっていきます。 優しく情けあふれる魅力が生えこぼれてという状態ですね。もうだから美しさが散りばめられているわけですね。ふわーって広がっていくという感じですね。またなく珍しき人の恩様なり。断定の助動詞のなりを使ってます。またとなく素晴らしいありさまなのであると。ミスの吹き上げラルルですね。ミスが吹き上げられてしまいました。風によってね。人々を抑えてという風になって ますがミスが自然と風に吹き上げられるのを女房たちが手で押さえてですねだからまだ風が強いんでしょうねいかにしタルニカアラムですね完了存続の助動詞タルそしてニやニカアラムのニは断定ですね断定の助動詞のなりの連用形を使ってますでアラム水量の助動詞を使っているのでどうしたというのだろうか という感じですね。うち笑い玉ヘへるですね。ちょっと笑っていらっしゃるわけですよ。これ、紫の上が笑っていらっしゃるので、紫の上に対する尊敬語です。で、官僚存続の助動詞の「り」がまた使われてますね。にっこりとお笑いになっている。それが実に美しく見えるんだと。 花どもを心苦しがりてですね。様々な花をお気遣いになりですね。のわきが吹いて、暴風が吹いてですね。あまりにも風が強くて、花がね、うわー言うて、散らないな、もう散ってしまいぞーっていう状態になっているので、それをね、お気遣いになって、え、見捨てて、入りたまわずですね。えと、打ち消しの図が最後にくっついてますが、えと図がくっついたら不可能で取るので、何々できないというふうになります。 で、玉葉というのはこれ尊敬語ですから、紫の上がですね。紫の上がね、見捨てることができないという状態です。見捨てて奥の母屋にお入りになれないというね、あまりにも優しい紫の上の性格が出ているような描写ですよね。そして、お前なる人々も、このお前というのは紫の上の前にいるですね。存在の助動詞のなりを使っています。断定と存在の助動詞っていうのは 基本一緒なんですけども今回みたいにお前にいるというふうに表現することもあるので注意しといてくださいね。紫の上の側近の女房たちもです。さまざまに物清げなる姿どもはですね。それぞれとりどりにね、小綺麗な姿をしているのが見渡さるれどでですね。見渡すことができるがという感じです。目映るべくも あらずですね。映るはずもないという感じですね。打ち消しの助動詞を図を使ってますが、ずらりと見えるが、この紫の上から目を映すはずもない。まあ、映すこともできないという、可能で撮ってもいいかなと思います。まあ、ちょっと当然でも撮りましたが、まあ、可能でもいいかなと思いますね、ここね。弟の意図、けどくはるかにですね。大臣の源氏がですね、自分を遠ざけて、この自分というのは夕霧ですよ。 夕霧を遠ざけて近づけようともてなし玉減るはですね。近づけようとなさらないという状態です。これは音とど源字が主語になってます。で、官僚存続の理がまた使われてますね。なさらないのはという状態です。このように見る人が、この見るというのは何をかっていうと紫の上のことですね。見る人が、ただにはえ、重ふまじき、恩ありさまです。 えーと、まじき、打ち消しがくっついたら不可能ですが、まあこのまじき、単体でもね、不可能の意味でも使えるかなと思います。心を奪われずにいられそうもない、紫の上のお美しいご様子なのでですね。至り深き、見心にてというふうになります。ここもね、誰のどんな心情ですかという問題が出てくる可能性があるので注意しておいてください。用人深い、源氏のご気象とて、 ですね。もし、かかることもや、と、おぼす、なりけり。ですね。おぼすは尊敬語です。お思いになっている。作者から、おとどなんですけども、これね、中条の心情というふうに考えたら、中条、夕霧が、光源氏の心境をちょっと推測したというふうにも取れるかなと思います。断定の助動詞に、過去の助動詞ですね。 なので、もしや、こうしたこともあるかと心配なさってのことだったのかというふうになります。このようなことっていうのがどのようなことですかというふうに問題になる場合があるので、この指示語の内容というのは、誰か男が紫の上をかいまみするようなことですね。はい。と思うに、気配恐ろしゅうてですね。と思うと、中条は空恐ろしくなってという状態です。何が恐ろしいのかっていうと、もう光 光源氏が恐れていることに自分が触れてしまったっていうことになるので、どんなね、えー、罰則とか何かしら、こう、光源氏から思われるかもわからないっていう怖さですね。立ち去る二ぞですね。東のね、渡殿のこのね、ちっちゃな障子のあたりから立ち残おうとするまさにその時なんです。西のお片より。 ね。これ、西っていうのは、明石の姫君がいた部屋がありましたね。大臣、源氏ですよ。が、西の体の姫君のお部屋から、うちの未掃除引き上げて渡りたもうですね。さあ、光源氏登場です。光源氏に対する尊敬語です。うちの襖を引き上げてお戻りになると。糸を立て。 慌たたしき風なめりですね。これは断定の助動詞なるに遠極推定の助動詞のめりがくっついてます。なので元々、もともとはなるめり という形だったのが、発音敏化というものを引き起こし、何メリというふうに形が変わりました。ルーが、んに変わるのを発音敏化と言います。そして、なめりというね、んっていうのは発音しない言葉なので、無表記、表記されないことも多かったんですね。なので、大臣が、光源氏がね、まあ嫌な、気ぜわしい風であるようだと。未越しおろしてよ。 尾の子供アルラムをというふうに言ってます現在水量の助動詞ラムですね御子を下ろしてしまえと 男たちも着ているだろうに、見られたら困るということですね。あらわにもこそあれですね。もぞもこそという表現は、くっついたらね、何々が点々すると困る、点々が何々すると困るというふうに訳を作っていく懸念の公文で使ったりするんですけども、丸見えでは困りますよというふうに発言したわけですね。実際ですね、この風が吹いて、もう点やワンやになってて、部屋の中が 丸見えになっている状態のタイミングで夕霧が紫の上じゃないあ紫の上を見たわけですからこれねもう一番光源氏が心配してたことが実際に今起こっているという状態なんですよね聞こえたも毛です聞こえは謙譲語です光源氏が紫の上に対して言ってますから紫の上に対する謙譲語多毛は尊敬語で主語を高めるので喋っている大臣光源氏に対するものですね 源氏が紫の上に申し上げていらっしゃるのを、中将、夕霧がまた近寄って覗いてみると凝りませんね。そのうち見つかって首チョンパイで、物聞こえてというふうになってます。これも謙譲語ですね。紫の上が光る源氏に何かを言ったんですね。ただ聞こえなかったみたいですね。紫の上は何かおっしゃり、大臣、音どもですね、微笑んで、 見、盾祭り、多毛です。盾祭るは健上後光源氏が紫の上を見ているので、紫の上に対して。で、たもは実際に見ている光源氏に対して、紫の上のお顔を拝見していらっしゃると。親とも覚えず、打ち消し、打ち消しですね。光源氏が父親とは思えないくらい、若く清源に生めきてですね。若々しく、気高く、そして優美で。 意味じき、恩、形の盛りなり、断定の女同士ですね。今が盛りのご立派なお顔立ちであるというね、まさに男盛りという状態なんでしょうか。 女も、ねびととのいですね。この女というふうにわざわざ紫の上のことを表現しているのは、夕霧がね、見ているところで男、女の関係にあるなというふうに考えたってことですね。まあなかなか生,、ま、生々しい表現ではあるんですけども、この光源氏とこの女性はまさに男女の関係にあるなというふうにどうやら見て取ったというのを表現してるんですね。 女の方も女盛りに道整い、あかぬ打ち消し、ことなき恩様どもなる、断定の助動詞ですね。申し分のないお二人のあり様を拝見する中将は、身にしむばかり覚えゆれど、ぞっとするほど身にしみる思いではあるが、この渡殿の格子も吹き放ちてですね。風がこの渡殿の格子、窓ですね、を吹き開けて、 立てるところのあらわになればですね。立っている。これも官僚存続の助動詞の理になります。自分の立っているところが向こうからあらわになるので、恐ろしゅうて立ち退きぬ。官僚の助動詞使ってます。恐ろしくなって立ち退いたというふうになります。 で、ここ、線を引いてますが、なぜ夕霧は恐ろしくなって立ち退いたのかというと、カッコで表現しましたが、現氏と紫の上のこの様子を垣間見て、何かタブー、近畿に触れたのではないかというふうに思ったからですね。見てはいけないものを見てしまった気持ちになったということです。 今参れる、参上したということですね。三角じゃなくて、光源氏のもとに参上したというふうに取れるので、献上語、音と光源氏に対してですね。で、官僚存続の助動詞の理です。だから、湯切りは主語になってます。今、初めて参上したかのように咳払いをしてですね。コアづくりて、すのこの方に歩みでれたまへればですね。尊敬語を使ってます。 あ、これ、大臣じゃないですね。夕霧がですね、スノコの方に歩み出たということですね。大臣じゃありません。尊敬語は作者から夕霧、中将に対する尊敬語ですね。スノコの方に歩いてお出になると、去ればよ、あらはなつらむですね。これは何を受けて去ればよ、やっぱりねって言ってるのかっていうのが問題になるんじゃないかなと予想します。官僚脅威の助動詞のつ、そして現在推量のラムですね。 光源氏がね、やっぱりね、外から見えたであろうというふうに言ってます。なので、この去ればよっていうのは、先ほど発言にあった、外から見られると困るというね、あの発言ですね、あらわになると困るという、あの発言を受けて、やっぱりねって言ってるわけですよ。ほら、見られたやんか、という感じですね。かの妻戸の飽きたりけるよですね。官僚の助動詞に、過去の助動詞あの妻戸が空いていたな。 今ぞ、み、とがめ、たも、うですね。尊敬の助動詞使ってます。光源氏がね。初めて中将の様子を光源氏は気にしていらっしゃると。これは何を気にしてるのかっていうと、お前、紫の上の姿を見たのかというふうに疑っているということですね。年頃、かかることのつゆ、なかりつるをですね。このようなことは少しもなかった。官僚の助動詞を使ってます。 なのでここね実は、えー、中小夕霧がですね心の中で思ったことが表現されてるんですけども長い間こうした機会は一度もなかったのにですねこうした機会というのは紫の上を見るような機会ということですね一回もなかったのに風こそ下に岩を吹き上げつべきものなりけれというふうになってますねこそ形状詞ですだからけれ文末がね以前形になってます で、つべし、ぬべしのつは脅威というふうに理解しておくといいと思いますが、吹き上げてしまいそうなというね、水量の助動詞ですね。で、断定の助動詞のなりに、過去の助動詞、英単でも使えますよね。ここは英単で取る方が綺麗かなと思います。 のわは、なるほど。岩をも吹き上げてしまうものだったのか、という形ですね。で、問題として予想しているのは、一体何を言いたいのか、ということになります。これ、後ろも見るとわかるんですが、さばかりの見心どもを騒がして、あれほどご用心の行き届いた光源氏、方々を騒がして、珍しく嬉しき目を見つる、官僚の助動詞の図ですね。 珍しくも嬉しい見物ではあったな、と、覚え、思われる、という形になってるんですけども、結局、光源氏とかがあまりにもね、えー、厳重に用心して、見られないように、見られないようにしたところで、自然とか野脇というか、こういう風みたいなものがですね、人間の用心したことっていうのを、もう軽く超えていくんですよ、みたいなことを表現したかったというふうに思われます。 はい。ということで、本日は、源氏物語の6条院の女気味、野脇、野脇の垣いまみと呼ばれるところをね、解説していきました。いろんなところが問題になる要素があるかと思いますので、いろいろ予想していきましたが、今、予想したところとかもね、中心に、えー、テスト勉強の参考にしていただければ幸いです。もし、皆さんの勉強の足しになればね、高評価、チャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。 それでは皆さん、テスト勉強頑張って古文はエンタメだぜバイバイ